ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日はオーディオインターフェース、こちらアートリアミニフューズ1、ミニフューズ2をレビューしていきたいと思います。今回発売に先駆けて、なんと製品お貸しいただくことができました。ありがとうございます。まあ、いわゆる案件動画っていう形にはなりますが、良いと思ったところもいまいちだなっていうふうに思ったところも、率直な感想をお伝えしていきます。製品発売前ということで、今回のレビューは機能の紹介や、セットアップの手順など、いつも以上に丁寧にやっていきたいと思います。ぜひ、購入を検討する際の参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。まずは価格からご紹介したいと思います。実売価格がミニフューズ1が 12,760 円、そしてミニフューズ2が 18,480 円、ともに税込みと、そのような価格で販売される予定です。オーディオインターフェースの中ではかなり低価格な部類の製品だと思ってください。そこまで高機能高音質を求めないという音楽制作初心者や動画制作や配信ウェブミーティングなどの品質向上を目的としたユーザーにおすすめの製品だと思います。それでは製品のスペックご紹介していきましょう。まずはミニフューズ1からご紹介していきます。こちらです。最大 24bit192kHz に対応した1 in 2 out のバスパワー駆動型オーディオインターフェースです。入力はこちらにコンボジャックが1つ、ハイゼットファンタム電源に対応しております。入力ダイナミックレンジは 110dB だそうです。そして出力は背面にこちら TRS 端子のメインアウトと前面にここですね、ヘッドホンアウトが1つ、ダイレクトモニター機能とループバック機能も備えています。また背面に戻りまして、コンピューターとの接続は USB2.0 で、端子は、タイプ C です。よくある低価格帯のオーディオインターフェースの入出力っていう感じなんですけれども、それに加えてこちら USB ハブを一口備えているのがこの製品ならではの特徴です。ただし大きな電力を消費する機器を運用することはできないようで、まあ、ミディキーボードとか各種ソフトウェアのライセンスを格納したドングルなどをここに挿すのがいいかなというふうに思います。続いてミニフューズ2の方をご紹介していきます。こちらです。基本的な仕様というのはミニフューズ1と変わりませんが、入力数が2つに増えています。そして背面にミディのインアウトの端子が追加され、さらにまた前面に戻りますとダイレクトモニタリング機能の音量のバランスを調整するつまみっていうのがここにあります。重量はミニフューズ1が 335g でミニフューズ2が 440g と非常に軽量です。僕こんな感じで片手で軽々と持っているっていうところからも、軽さがわかるんじゃないかなと思います。ちょっと手に取って最初僕びっくりしました。カラーは、ホワイトとブラックの2色で、僕がお借りしたのはどちらもホワイトモデルになっております。で、各つまみは触り心地ラバーのような質感で程よいトルク感があり感触非常に良好です。で、入力レベルを調整するゲインのつまみは入力レベルに合わせてここの線っていうのが光るようになってます。通常は白く光るんですけれども、レベルオーバーをすると赤く光るようになっていて、入力レベルの管理が非常にしやすくなってます。続いてセットアップの手順を簡単にご紹介していきます。内容物は本体と USB ケーブル、付属ソフトを案内するカードのみ。 USB ケーブルにはアートリアのロゴマークがついています。こういうの地味に嬉しいですね。で、箱の裏側にセットアップの手順が書かれています。これ以外に説明書みたいなものはありません。で、箱自体もすごくコンパクトでおしゃれなのが個人的に好印象でした。付属する USB ケーブルは USB Type A to Type C になります。
現行の Mac と一緒に使用する場合にはこのままでは接続できないので、別途 USB Type-C to Type-C ケーブルか Type-A の端子を備えた USB ハブを用意する必要があります。ご注意ください。Mac をメインで使用している僕からすると、正直これどうなのっていう感じなんですけれども、逆に Windows ユーザーもしっかりと視野に入れた製品作りがされていると考えることもできるでしょう。ミニフューズをコンピューターに接続すると、初回のみミニフューズをドライブとして認識します。中にはセットアップページへのリンクが格納されていて、そのリンクからセットアップページへアクセスすることで本体のシリアルナンバーとアンロックコードの入力を省略することができます。これ面白いですね。で、箱の内側に記載されている URL を直接入力してセットアップページにアクセスし、セットアップを行うことももちろん可能です。画面の指示に従いセットアップを進めていくと、ミニフューズコントロールセンターという管理ソフトと、Windows の場合はドライバーをインストールすることができます。ミニフューズコントロールセンターでは、入力レベルの確認と、本体のボタンでも行える入力やモニタリングの切り替え、サンプルレートの設定やファームウェアアップデートの確認が行えます。それではしばらくこのミニフューズ1、ミニフューズ2を使ってみて感じたいいところと、ちょっといまいちだなっていうところをお話ししていきたいと思います。まずはいいところから。一つ目、本体が白い。僕はこの製品の一番の魅力はここにあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ見ていただいて分かる通りね、本体真っ白なんですよ。で、デスク周りの機材っていうのを白一色に統一したいっていう風にこだわりを持ってる方って、まあ、一定数いらっしゃるみたい で、音楽機材にもカラーバリエーションでホワイトモデルが用意されてるものって結構多いんですね。でも真っ白なオーディオインターフェースってありそうでなかった。で、まあパッと思いつくところで言うと、ヤマハの AG03、AG06 とか、タスカムのシリーズ 102i、208i くらいでしょうか。安くて白いオーディオインターフェースっていう条件で考えると、今回発売されるミニフューズ1、ミニフューズ2っていうのはかなりいい選択肢なんじゃないかなっていうふうに思います。二つ目、充実したバンドルソフト。ミニフューズ1、ミニフューズ2には音楽制作にすぐに活用できる様々なソフトが無償でついてきます。Ableton Live Lite、Analog Labo、Artria FX の中から、プリアンプのエフェクトと、リバーブのエフェクトと、ディレイのエフェクトと、コーラスのエフェクト、そして、ネイティブインストゥルメンツ、ギターリグ 6LE、さらに、オートチューンアンリミテッド、そしてスプライスクリエイタープランの3ヶ月分のライセンスがついてきます。この手の低価格帯のオーディオインターフェースにこんな感じで一通りのサウンドをカバーできるソフトウェアが無償でついてくるっていうのは、まあ普通っちゃ普通なんですね。なんですけど、オートチューンとスプライスの3ヶ月分の利用権がついてくるっていうのは、これかなり太っ腹だなっていうふうに思います。どっちも普通に加入するって考えると、もうそれって本体と同じぐらいの値段じゃんっていう、どういうことって感じですよね。3つ目、本体が軽い。先ほども少し触れましたが、デザインすごくしっかりしてるんですけど、本体めちゃくちゃ軽いんですよ。持ち運び考えるとこれはすごくいいことだなっていうふうに思います。そして4つ目、 USB ハブ。まあこれに関してはなきゃないでいいじゃんっていう気もするんですけど、まあ他のメーカーの製品にはない特徴なので、まあ、いいところの一つに挙げさせていただきました。続いて、いまいちだなっていうふうに感じた点、これはね一つしかありません。それは音質はそこそこっていうことです。同価格帯の他社製品っていうのは僕はあんまり使ったことがないので、まあそこと比較することっていうのはできないんですけれども、3万円台以上のオーディオインターフェースなんかと比べると明らかに音質見劣りするなっていう風に感じます。低価格帯のものでも稀にその価格帯の中でズバ抜けて音質がいいですよ、音質を売りにするような機種っていうのもあるんですけど、このアートリアのミニフューズに関してはあくまでも音質は値段相応っていう感じです。すでに何かしらのオーディオインターフェースを持ってるっていう人がステップアップ先として選ぶ機材ではないかなっていう風に思います。いかがでしたでしょうか。まあ、とにかくね、ミニフューズ白いのがいいですね。真っ白すごい可愛いんですよ。僕この間初めて Windows マシンの自作をしたんですけれども、自作 PC の界隈って
白にこだわる文化っていうのがあるんですね。 PC ケースを白にして、マザーボードも白にしてみたいな感じで、パーツをこう白で統一していくっていう、検索するとそういう動画も結構出てくるんですよ。そういうのこだわる人にはもう片っ端からおすすめしていきたい。徹底的に白にこだわった DTM 環境プロデュースしたいななんていう欲もこれ見てると出てきます。まあ、あとはオートチューンとスプライスのサブスク契約を検討しているという方、今すでに契約をしているという方、先ほども言ったようにそれぞれ3ヶ月分の利用権がついてきて、それがまあ本体価格とほぼ同じくらいのバリューがあるので、普通に契約するんだったらこれ買うっていうのもありかななんていうふうにも思ったりします。アトリアミニフューズ 1&2 気になった方はぜひ購入を検討してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。